演舞開演。どうも、本日はこちら紀州南高梅の蜂蜜漬けを食べたいと思います。はぁ、レモンまで入ってますね。酸っぱそう。でも蜂蜜ってことはそこまで酸っぱくもないのかな。なんだろう、とりあえず食べてみればわかるかな。いただきます。おお、強烈ですね。はい、そこまで強烈に酸っぱいというわけではなく、蜂蜜に使っているので甘みはありますが、やっぱり酸味はありますね。ご飯と一緒にというような味ではちょっとないので、これ単体で楽しみたい人向けの梅干しと言えるかもしれません。でも小さいお子様にも食べやすそうな気もしますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。